大宝寺氏は、日本の士族の一つである。中世の出羽国の大信豪族、戦国大名の士族で、本生は、藤原氏。真珠不将軍、藤原秀里を外する武藤氏の流れを組み、小西氏とは同族にあたる。大宝寺氏は、鎌倉時代に、省内地方の児童として入部したのが始まりであると、言われている。最初は本生である、無党生を名乗っていたが、 大泉荘の児童であったために、大泉氏を称した。後に、荘園の中心であった、大宝寺城に居住したため、名字を、大宝寺氏へと改めた。大凡寺氏とも。また、大宝寺氏初代、武藤氏平が、羽黒山寺領を犯したとして、上元三年に、羽黒山氏とに訴えられている。大泉荘は、鎌倉末期には、北条氏一門が、また、 南北朝時代中期の公安元年には、上杉忠主が、自当職に任せられており、大宝寺氏は、北条氏、上杉氏の在時代官としてこの地を治めていたものと思われる。下って、干渉元年、将軍、足利義政が、小学坊、足利重氏を討伐するため出兵要請をした。先に、伊達氏、最上氏、天道氏と並んで、大宝寺厚志氏があった。 干渉三年には、将軍義政からでは守るを与えられた厚志氏は、翌干渉四年上落して、義政に越見し貢ぎ物を献上し大いに面目を施しているなど、室町時代後期に、省内地方を中心にして全盛期を迎えたと言われている。文明九年に、大宝寺氏から朝倉高陰を介して、嫡男の元服に、将軍の返記を求め、これが認められて、 将軍、吉政の一字を与えられて、大宝寺正氏と名乗った。これは、宇州短大の宗家筋として、大宝寺氏の歴代当主に変記を与えてきた、ばし宗家が衰退し、幕府とのより強力な関係を求めたことによる。戦国時代に入ると、羽黒山の別当職を、正氏以来代々の当主が兼ね、その宗教勢力を買って、勢力を伸長させた。 悪味軍隊であった砂、腰氏を、永昇十年に打ち倒し所領を広げるなど力を拡大させつつあったが、砂、腰氏に入った同族やではン保氏やキスキ氏といった、国人勢力の反抗に合うようになり、衰退の兆しを見せ始める。戦国初期の当主、晴れ時の第二それは、顕著となり、南北朝時代以来のつながりのある。 越後国の本城氏や上杉氏と関係を深めることで、なんとか名脈を保った。また、浅倉氏との関係も続き、浅倉孫次郎が、大宝寺氏から馬を購入する際の便宜を中途にある、越後色別氏に依頼する、浅倉隆氏的の書状が残されている。時代の偽造は、A61 年に、かねてより関係の深かった、本城茂部長が、 武田信玄の策謀に乗り乱を起こすと強兵する。しかし、本城氏よりも先に軍を差し向けられると降伏し、偽造は、息子の義氏を人質として差し出した上で、上杉氏に侵入せざるを得なくなった。戦国時代後期の当主、大宝寺義氏氏は一年間の人質生活を、追え家徳を継ぐと武断による、強権政治を指揮。 弱った家中を立て直すと急速に戦国大名化してゆく。大宝寺氏と同等の力を持ち親神み杉派だった土佐林氏を滅ぼし、反対宝寺派の残党をことごとく刈り取ることで、田川、串引き、悪味の三軍を掌握し、王子の勢力に近い形を取り戻すことに成功した。土佐林氏が務めていた、羽黒山別当職も、よ氏が兼ねるようになった。 また、百合軍諸将や、北方の安藤氏、対等しつつあったモガミ氏などの周辺勢力と対抗するため、また、東北諸国の中でも、いち早く中央政権に近づき近世大名化を果たすために、当時の天下人、織田信長と吉見を通じ、吉氏は信長から、館の称号を与えられた。しかし、 羽黒山別当職を弟の吉岡に譲ったことで羽黒山とはつれを生んでしまった。1582年、吉氏は、道の区国の大浦ための部、では国際上軍の白岩氏と、結びゆり軍と、村山軍への二方面作戦を展開するが、それぞれ安藤愛希と、もがみ吉光の援軍によって阻まれた。1583年、吉氏は参加にあった砂越。 木月氏が離反し、懲罰のために兵を向けるが、吉光に通じた家臣の東前寺議長、東前寺、勝正兄弟によって撃たれた。吉氏の死後は、弟の大宝寺吉岡が次、本城茂町より大志氏の大宝寺吉勝を迎えた。しかし、親神杉の姿勢に、省内の国人が反発し、吉岡は1587年に、 もがみよによって撃たれ、義勝もジップ、実っ重しのもとへ逃れた。翌年、義勝は義光が、大崎合戦で動けないと見るや、実っ重しげと共に十五里が、原の戦いで勝利し、将内を奪還した。その後、上杉氏を通じて上落し、豊臣秀吉に侵入して、豊臣生と、では守るを得た。だが、欧州市沖で、 藤島一期が発生し、1591年に一期先導の罪とがにより解役され、ここに戦国大名としての大宝寺氏は断絶した。その後、吉勝は上杉氏の家臣になり、罪も許されたが、省内の支配権までは戻ることがなかった。そのため、 ジップである茂町の死後にその家徳を継いで、本庄光町と改名したため、大宝寺氏の家系は断絶した。大宝寺氏・慶イ清氏のことも、本庄茂町の二男。武藤氏・さこ氏氏・とさば氏・しし氏・池田ん須し氏須し氏すすどうし、いたがきしおべしを仕切りし、阿ぼ氏さこ氏し酒のべし、ゆりじゅうありがとうございます。